教室も大募集第3弾です。3弾よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、今回も募集質問させていただきまして、これも年に1回のなんか恒例イベント、恒例イベントに気づいたらなってましたね。なってましたけど、はい、質問募集させていただいて3月いっぱいで質問を締め切ったところです、はい、で20を超える質問、数多くの質問いろいろいただいたんですけど、中にはそれこそやろうと思ってる研究とかを起こそうと思ってる事業に関するアドバイスをくださいという、ご質問もあったんですけど、ちょっとこれは今回の Q&A の趣旨からは少し取れるかなということで、今回このご質問を答えることによって皆さんの臨床の幅みたいなものが広がるんじゃないかというような質問を今回選びながら回答をさせていただきたいと思います。厳選させていただきました。今回厳選しました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速いきましょうか。はい、お願いします、じゃあいきましょう。第1問、第1問クイズ番組みたいな質問1つ目ですね、千葉県船橋市の20代愛を感じたいさんからの質問です。はい、ケニーさん、セイリさん、はじめまして。はじめましてじゃないでしょうね、多分。いつも講習を楽しく受講しているものです。ピアライの介入時間について質問です。自分は今 PT としてクリニックに勤務してるんですけども、こう患者さんとかクライアントさん一人の介入時間に限りがあって、エクササイズどこまで進めようか迷う時があります。実際にはこう評価してちょっとエクササイズしたら時間が来ちゃうってことも少なくありません。で、質問です。お二人がクライアントに対して1回の介入にその1どれぐらい時間をかけているのか、または時間では区切らないのか、その2どこまで求めるのか、例えばリポジションまでなのか、それともリトレーニングまでなのか、リストアまで持っていくのか、それから3つ目は介入に対する区切り、今日はここで区切りましょうっていうところを、どういったところで落としどころをつけているのかっていうのをいいアドバイスありましたらお願いしますということでコメントもいただいております。いつも講習会ありがとうございます、はい、先日のアイ&アイ講習の復習にて絶賛頭パンク中です。いいですね、またケニーさんの時々言葉がカミカミになるところや、そんなことはないです。さゆりさんの体を目いっぱい使ったジェスチャーを見ながら聞ける講習をかけながら楽しんでいます、はい、これからも講習会楽しく参加させていただきたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。アイ&アイ参加者ですね。はい、早速つわものから来ましたよ、質問が。船橋市から、はい、船橋市20代、実践に関する質問ですもんね、うん、そうですね、ありますね、ありますね。で、いろんな多分やり方はあるけど、多分私たちがどんな風にやってるかっていうのを聞きたいのかなと思って、うん、自分に関して言わせてもらうと、すごい時間がたっぷりある現場もあるし、うん、もう30分しかないですよっていう現場も両方あるので、でも30分しか時間ないですよって方は、見れる機会が頻度が高いんですよね、うん、なのでどちらもまあ恵まれてるっちゃ恵まれてるような現場では、うんうん、まあ臨床させてもらってるなっていうふうには思っています、うん、でやっぱり30分しかなくて、しかも週1ですとか週2ですっていう人が いらっしゃるのは分かってるので、まああのあれですよね、ジレンマではありますよね。そうですね。ただまあまあ今まで働いたところとかは一つのセッションにどれぐらいの時間で、それこそいくらぐらいのお金っていうのも設定できる立場にいたので、うん、あの時一緒に考えてね、どれぐらいの時間ワンセッションにするかって二人で話し合った結果、初めての方は2時間使いましょうと、問診がだいぶ長くなるから2時間使いましょう。で、リピーターとかフォローアップの方は1時間15分から1時間半ぐらいでいいんじゃないかっていう時間設定にはしましたよね。実際は特にフォローアップの人で1時間15分ぐらいセッションがトントン進んでいくの好きです。あれくらいなんか無駄がなくていいというか、ちょうどやりたいことやってもらう感じ、そうですね、やっぱその PRI でやりたいことっていうか、その人のやりたいことを叶えようというか、お助けしようっていう風になったら、やっぱりカウンセリング部分もしっかりしたいっていうのがあったので、やっぱり長くなりますよね、うん、特に初回やっぱり30分かけておしゃべりするもんね。そうですね、うん、人によってはね、もっともあるし、もっと1時間じゃなくて、人によっては涙する時もやっぱりあります。ティッシュ出さなきゃいけない時もよくありますね。ありますね、はい、ありますね。でもまあ例えば初回の流れでいうと、30分ぐらい問診して20分ぐらい評価に使ったら、まあ、残り1時間ちょっとぐらいエキササイズして、最後50分ぐらいでまとめて終わりみたいな。自分は時間限られてる時はもう、うん、そのカウンセリングで時間全部、例えば前アメリカにいた時は、うん、個人のクライアントも絶対大体45分から60分だったので、うんうん、最初初回がもうカウンセリングで終わるのが分かってたので、うんうん、初回はまあスタバに行きましょうとか、そういう人たちが多かったです、うん、ちょっと一回お話ししましょう、僕がやるのもこういうことやりますよっていうのを紹介する、時間も必要だったし、うん、相手が何を求めてるのかとかいうのを分かる必要もあったんで、初回はそういう形をとって、実際のセッションは、うん、まあ45分とかっていうのをやってましたね。
そうですね、まあ、でも時間で言うとそれぐらいかな、うん、テンポよくパンパン行ける時もありますけどね。また最後にね、いろいろ質問とかあのおしゃべりしてたら時間をオーバーすることも時々ありますけど、す、ね、限られてる人たちはいますので。そうですね、現場ありますので、まあ、でもなんだろう、リソースをなんだろう、限られた時間だとしても、いかにその人が、まあ、残り例えば30分しか時間がないんだったら、残りの23時間30分をどう過ごすかっていう情報を与えられれば、うん、まあ、いいといえばいいので。そうですね、うん、だからまあ30分あったら、まあ、特定のこれだって絞った評価して、うん、でまあ、エクササイズ1個2個ですよね、本当もう本当に覚えてもらってこれをやるんですよって、その意義を理解してもらうっていうのがまあ中心に多分なるでしょうね、うん、そうですね、という感じかな。どこまで求めるのかも、もちろんこれはプログラムの進行によって大いに変わってくるだろうという前提でお答えしますけど、私やっぱ初回ではあの個人的には初回はやっぱ ADT を落としたいと思いながら介入してます。毎回そこにたどり着けるわけではないけれど、でADT が落ちるかどうかよりも本人が、あ、これは自分の体に変化を及ぼしてくれるもので続けた方がきっといいことなんだって思ってもらえればいいような気もするけど、ね、クリニシャンのエゴとしては ADT を落としたいです、うん、まあ、目前1個のでかいマイルストーンですよね、うん、それがありつつ、まあ、あとは本人に、あ、継続していくべきだっていうふうに思ってもらえるっていうのがめちゃめちゃでかい。 うん、それがなかったら多分残りの、なんだろう、僕たちと一緒にいる30分とか1時間以外23時間ぐらいに影響を及ぼせないじゃないですか、うんうん、その頻度高くやろうとかいうことをやらなければ結局あの大きな目標を達成できないってことを考えたら、そういうそこを達成する必要のあるセッション必ず必要ですよね。そうですね、あとあの初回で、初回セッション中に ADT が例えば両足落ちるところまで行ったら、私が1個のもう1個目安として次に使えるのが、次に帰ってくるときにじゃあ ADT は落ちるのかどうか、うんうん、で ADT が落ちなかったら、じゃあここまでの時間、例えば1週間なら1週間の時間で、パターンから抜け出ようよっていうエクササイズが作ってくれた要素と、本人の生活の中でパターンに戻ろうよっていう要素で戻ろうが勝ってしまったことになるから、うん、じゃあそこにどんな要素が隠れていて、私は次の処方で何を工夫しなきゃいけなくてっていう、あのちょっとなんだろう、分岐点が一個できるの で、 そ、 うです、ね、それはちょっと考えながら足し算引き算考えていかなきゃいけないですからね、うん、こう、あ、完全にこっちが負けたなって、エクササイズっていうものを足すのと同時に、これはちょっとやめましょうかとかいう引き算的なところ、そうですね、あのこれはちょっとあのいくらこれを頑張ってやったとしても、エクササイズ頑張ってやったとしても、うん、負けちゃうよねっていうことがあったら引き算を考えていかなきゃいけないです。そうですね、だから2回目以降ね、あのそのクライアントとかやってらっしゃる、普段やってるエクササイズとかトレーニングの中で、うん、ちょっとこのトレーニングのこのメニューだけは今ちょっと例えばこれに置き換えませんかみたいな話をしていかなきゃいけなかったりしますね。そうですね、なので、まあ、当然インテグレーションまで行きたいけれど、大体まあ初回とかで言うと私が求めるのはそんなところ。そうですね、あのどこにいるかですよね、初回。 そうですね、その、うん、例えば結構進んでったら、じゃ あのインテグレーションのエクササイズですとか、うん、じゃあこれまでやってきたエクササイズをちょっとリオーダーしましょうかみたいな時もあるだろうし、ありますね、あのどこにどんなところフェーズにその人がいるかによって、あのその時間の使い方ってやっぱ変わってくると思うので、あの必ずここまで行きたいというのはちょっと言えないかなと思います。そうですね、なんかまあ、うん、そうですね、うん、結構私もセッション前、あのクライアントさんとか来る前に、今日はこの人どこまで行こうかな、うん、じゃあ今日のテーマはじゃあアンロードにしようとか思ったらアンロード、うん、でテーマ決めてやったりはしますね。そうですね、あとは会員に対する区切り、今日はここまで、結構ネチネチやるタイプなんで、してるかもしれないですけど、結構ネチっこいタイプなんで、結構セッション時間オーバーしてるけどネチネチしてるなって時は、そう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 、もう一個行きましょうかとか言って、なんか6個目のエクササイズとか言って、そうそうそう、いろいろネチネチやるタイプなんで、あの今日はここまでっていうのが、相手がもう疲れてるなと思ったら切ります。相手の集中が切れたら、そう、相手の集中切れたらもうないなっていうのはありますね。無意味ですね、そこまで。無意味ですね、その後は、うん、なので時間がたっぷりあったとしても休憩入れるとか、あの午後またやりましょうねっていうあの環境もあるだろうし、うん、ちょっと集中切れてるなと思ったらもうそこでスパッと切ります、僕だと。そうですね、集中は一個大きいかな、うんうん、あとは疲れたとか本人が言い始めたら一応やめておこうかなと、うんうんうん、ありますね、うん、そんな感じですかね。そうですね、はい、他に何かありますか。他には何だろう、他にはあまりないです。まあ私は今まで言ったところとかだと、あのトレーナーさんとかAT の方とかが同席する時とかもあったので、うん、あの結構質問にも答えしたりもしてましたね。そうですね、はい、
環境にかなり影響を及ぼされますね、これはね。そうですね、はい、どれぐらいの時間かけてどこまで求めるかとかね、はい、それを出したくて自分の、あの、なんだろう、臨床現場変える人とか、うん、あの、そうですね、自費の診療、自費の、あの、自費診療って言ったらおかしいのか、自費診療じゃない、日本だと、あの、そういうことをやる人たちもいますからね、はい、はい、さあ、じゃあそんなわけで愛を感じたいさんからの質問でございました。はい、ありがとうございました。はい、どれいきます？言いましたっけ、プレゼントするって。プレゼントするって、うん、あ、そうか、事前に SNS と言ってます、はい、なんでこそ今回は厳選された質問のみを回答するので、なん と、回答対象に選ばれた質問を送ってきた方には PRI グッズをお送りしようということになっておりますが、さて、さてさて、じゃあこれ私が選んでいいですか？はい、どうぞ。じゃあ、じゃあこの質問は、じゃあ PRI マグカップをお送りしたいと思いますので、愛を感じたいさん、これいいですよね。はい、このマグカップをお送りしますので、ぜひ使ってください。職場でプラウドに使ってください。コーヒー飲まないんですけどって言ってもいないけど、あの、お水でもいいので飲んで使ってください、はい、ぜひ使ってみてください。はい、はい、じゃあありがとうございました、はい、じゃあ次の質問に行きましょうか。 次の質問は、似た質問を2名の別の方からいただいたので、はい、両方同時に紹介したいと思います、はい、まずは、1人目の方ですね。広島県広島市30代のお好み焼き太郎さん、なんか前も聞いたことがあるぞ、これ確かに2回目とお世話になっております。アイアンドアイに参加させていただき、自分の臨床感とマッチする部分が多く感動しました。今回もアイアンドアイ参加者の方ですね。でこの方質問が2個あったんですけど、後半の方だけ紹介しますね。講師陣のお二方はPRI介入で苦労したことや苦戦した症例はあるでしょうか？なかなか周りでPRI介入を行っているセラピストがおらず、症例について検討する機会がないので参考になればと思ってお聞きしましたと、コメントもいただいてます。2週目突入しようかと考えております。お願いします。これからも質の高い講習を引き続きよろしくお願いいたしますと、頑張ります、というのが1人目で、はい、もう一人もですね、似たような質問、富山県富山市の30代、カオマンガイを定期的に食べたくなるさんからの質問です、PRI の介入した時の失敗経験はございますでしょうか？また失敗経験から PRI 介入での考え方が変わったことがあれば知りたいです、こちらもコメントいただいておりまして、毎回講習会開催していただきありがとうございます。 PRI 以外の学びで最近気になるトピックなども知れたら幸いです。でちょっと質問置いといて、PRI 以外で最近学んで気になってることとかあります？僕は相変わらず、あの、2つ、2大トピック、自分の好きなものがあるので、複雑系のことを、複雑系とダイナミックシステムと継続して学んでいきたい。これ大学生の時からのこと。あとは、サッカーの現場で、やっぱロードマネジメント。うん、あの、全体的な体システムに対する負荷をどうマネージしていくか、この2つですね。なるほど。引き続き。引き続き学んで気になっていると。気になっている。私は何だろう、あの、最近ね、あの、論文を好きに読める時間がほぼ無限大に、あの取れるようになってもう、あの、水を得た魚のように読み漁ってますけど、最近は、まあ、あの、仕事の関係もあって感覚運動科学に関する文献をいっぱい読んでるので、うん、はい、そこら辺が面白いです。特に、あの、つい今日読んでた論文とかは、まあ、聞き手とか聞き足とか聞き目に関するさまざまな文献をいろいろホリホリしてました。めちゃめちゃ面白い、めちゃめちゃ面白い。特に聞き目が面白いです。聞き目、あの、目の方ですね。うん、文献めちゃめちゃ面白いのもいっぱいあったんで、早く帰って読みたいです。はい、じゃあ質問の回答いきましょうか。苦労したこととか、はい、失敗したことです。PRIやってて。失敗も どの話だろう、ね。そう、私も大きな失敗は、私は大きな失敗は思いつくのが2個あって、1個目は本当に失敗したんだけど、PRI の観点で、考えすぎていて、うん、右の膝の、いわゆるジャンパーズニーと言われるような室外腱炎、腱障害があった患者さんで、まあ、いろいろ考えて評価した結果、じゃあ1990のヒップシフトから入ろうと思った、本当初期だったので、しかも PRI 始めたばっかりの子だったかな、まだ、本当に PRI 使って見た患者さんの多分2人目ぐらいとか、そんな感じの時に、介入しようと思って1990のヒップシフト処方して、終わった後に、右の膝の痛みは取れたけど左の膝に違和感があるって言われたんですね、うん、で、おっと思ったら、実はその選手バスケの選手だったんですけど、その1年半ぐらい前に PCL 断裂、左の膝に。あ、なるほど。で、1990のポジションって、ね、あの、ポステルサグね、脛骨のサグが起こっちゃうのを完全にもう、あの、彼女は膝の症状なかったので、もうね、完全断裂
でそのまま保存してたけど、なかったのでもう頭から完全に抜けてて、あのポジションは禁忌であるっていうのを考えずに処方してしまって、痛くなかった部位に痛みを生じ、違和感かな、生じさせてしまったっていう失敗があって、あの紫すぎて考えてもダメだなって反省をしました。そうですね、すぐポジション変えて処方し直しましたけど、僕もそれに乗っかるとやっぱり乗っかりやすい失敗、あのこのシステムのことばっかり考えすぎてて、うん、器質損傷に対するアプローチとかそこの負荷のかけ方っていうのがいまいちだったなっていうのはやっぱり失敗、まあ、今はその失敗はあの必ずチェックするところなので、しない、うんうん、しないっていうか、あの、まあ、必ずチェックするようにしてる項目ですけど、ちょっとそれがやっぱりなかった時とか、そう、もうなんかこれ必死な時ですよね。紫をどう使ったらいいんだろうって考えすぎてる時は、あのその人の目標がちょっとあの置きっぱなしにね、そう、なんか自分が PR をうまく使いたいっていうのが左にしまってた時はやっぱりあるな、先行してたのちょっとエゴですよね、うん、はい、こちらの、あとはね、もう一個ね、これは失敗ではないかもしれないんですけど、最近ちょっとパラアスリートとかもよく見て、うんうん、見てて見る機会があって、でやっぱりこう例えば義足のアスリートとか足がありませんってなってくると、介入をいろいろ工夫しなきゃいけないんだろうと、すごいいろんなことを考えてセッションに臨んだ回があったんですね。でアスリートもこう当然のようにこう治療ベッドに乗っかるときに義足とかを外していたので、こう義足がない状態で評価したり、義足がない状態でそのまま進歩してたんですけど、うん、そのセッション終わった後に、え、これってでもあの選手、あの競技の時は車椅子で競技されるけど普段の生活義足で歩かれてる方なので、うん、え、義足外さなくていいんじゃないのって、なんか終わった後にちょっと反省をして、でその次に同じ方を見る機会があった時に、義足をつけたまま今回評価してもいいですかってお願いして、義足を 触ることになるので、触っても大丈夫ですかっていろいろお伺いしたら、いいですよって言ってくださったので、義足があるまま LT とかやって、そのがない時は LT はできなかったので、 LT やって状態見て、ナンティナンティのエクササイズとかも義足があるままでやってみて、ちょっとあそこハムの収縮感とかも感じられたりもしたので、そのまま進行してみたらそっちの方がうまくいったってことがありました。なので、その方からしてみたら結構義足つけてるもう期間が長いんですよ。実際半分以上義足つけてて、義足がある状態で歩行していて、その方の私がその義足つけたままやった方がいいのかなって思ったきっかけになった質問が、歩いてる時にこの義足がある、義足側の足って足先も含めて自分の足って思ってますかって聞いたら、はいって言うんですね。で歩く時にかかとからつま先の方に体重が移行していく感覚ってそちら側でありますかって聞いたら、あるって言うんですね。じゃあこの感覚もちゃんと使ってこないとダメだなと思って、なんか義足だから、違う風にしなきゃいけないって思いすぎてたっていう反省もありました。そうですね、うん、自分のつけてるものの先まで、そうそうそう、感覚は伸びていきますからね、うん、自分はなんかそれにちょっと似てるか似てないか分かんないですけど、物とかっていうふうに考えると、自分 の体についているものっていうなると、このオーソティクス、あの測定板とか、まあメガネとかに、あとはマウスピースとか、それをまあ使える環境にいた時は、まあそれを使うとニュートラリティへの獲得が非常に早い。でそれに頼りすぎてた時がやっぱ一時期あったなっていうのはあります。なるほど。そのニュートラリティ、その人あの測定板つければこの人あのニュートラリティが落ちるだろう、うん、あの ADT 落ちるだろう、ニュートラリティいけるだろう、で歩行も変わるだろう、確かにそうなんですけど、でもその先に対して、うん、あの患者さんとかクライアント、アスリートに対して大事、これが大事ですよ、このエクササイズがなんで大事ですよっていうのを伝えずに、そのアイテムを与えてしまって、うんうん、それにすごい頼るような形な、臨床してしまってた時があったなっていうのはやっぱり あります。アイテムのパワーね。そうそう、だからすごい使いたいものなんですけど、同時に、うん、あのそれを使った後のことを考えないと、結局あのそれに適応してしまって、また違う形で対処することがあったんですね。だから、うんうんうん、それが多かった、フォローアップできてなかった自分が、うん、そう、ちゃんとエクササイズ進行していったら、むしろその人が使ってたツール、それこそこマウスピースとか、うん、オーソティックスも変化していってしかるべきですもんね。そうですね、同じアイテムずっと使うのも多分よくはないんですよね。そうですね、うん、なのであの、まあ、講師会たまに言いますけど、うん、こうそういうことをできる環境が増えれば増えるほど、そういうふうな形で、うん、
あのメガネです、マウスピースです、測定板ですっていうのを作ってくれる人が増えれば増えるほど、その先を考えられる、うん、あの運動指導できる方っていうのはもうより重宝されると思う。そうですね。なの で, そ, うです、ね、それをちょっとあのおろそかにしてたのが、まあすごい学びの経験ですよ、自分的には。それはすごい大事なと同時にでも大事な経験ですね、シェアするにはね、はい、あのその時の人たちにはあこういうことができたなって今だに思います。うん、今だったらね、はい、今だったらみたいな。そうですね、はい、はい、そんなところでしょうかね。そんなところでしょうかね。この2つもいい質問ですね、はい、あとは多分首とか目とかそういう話、ね、あ、まあそうですね首とか目ですね、うん、首とか目の人はやっぱり苦労しますね、うん、これ必要ねっていう、うん、結局そこに戻ってくる、ね、はい、首の人はね大変でございます、慢性疼痛とかね。はい、さあじゃあ今回のこのお二方には何グッズにしますか。お好み焼き太郎さんと顔まん、お好み焼きと顔まんがいさんです両方とも好き、顔まんがい、すごい、わかる、顔まんがいを定期的に食べたくなる、食べたくなる、食べたくなる、エスニック料理は何でしょうね、時々ね、定期的にクレービングが来るの、はい、じゃあグッズ前回これでしょ。そうです、お二方もじゃあこれ言っときますか。じゃあこれで、じゃあお二方にもお好み焼き太郎さん、カオマンガイを定期的に食べたくなるさんにも、カオマンガイとお好み焼きを食べながら、食べながらスターバックカップにお好きな飲み物を入れてぜひもぐもぐしてください、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。では、今回最後の質問に行きましょうか。埼玉県草加市の20代広沢さんからのご質問。よく内反ネタのリハビリなので防数を踏むようなエクササイズを紹介したりしますけども、左小骨や腹壁でインピンジメントをしっかり作りたいときに、これらの地面を不安定にする要素はかえってコンプレッションを作りづらい気がします。こういった環境でもリファレンスセットを見つけてちゃんとコンプレッションしましょうねっていう方針でいくべきか、そもそも安定した地面でリハビリを行っていくべきか、ご教授いただければと思います。さあコメントもいただいております。アイアンダイを受講して様々なセミナーや人の話の解釈や見え方が変わりました、うん、これもエソテリックセンスの変化かもしれませんどうもありがとうございました。あーすごい、この方もアイアンダイ受講者さんですね。そうですね、あら嬉しい、嬉しいです。エソテリックセンスお話しますね、冒頭でね、はい、さて、防数、否定も肯定もしませんが、そうですね、はい、ツールですからね、ツールなので、うん、すごいうまく使う人たちはいるだろうし、個人的にはアイアンダイとかでも紹介していることだとは思うんですけど、例えばここのレファレンスセンターがなくても他を見つけることでシステムを安定させましょうとか、パターンにはまらずにとか、左右両方使えるようにってことはやっていきたいので、例えば左のかかとっていうものがあまり感じられないところでも、つまり防水で立ってるとか、そんな感じですよね、うん、他のものがしっかりとレファレンスを提供することによって、左の、例えば左の FIR ですとか、ってものに入れますよっていうのは非常に重要だと思うんですよ。重要ですね、はい、なので、多分私たち2人ともおそらく絶対にしないと言っていいのは、そもそも普通のフラットな地面でいい靴を履いた時にコンプレッションを作れない、見つけられない人を防水に乗っけることは多分ないじゃないですか、うん、そう、まあスキル練習とかなんかちょっと違う方向に走っていきます。それはもう完全に PRI ではないし、ではないものです、まあ、僕がやりたいとか浅利さんがやりたいようなリハビリでは多分違うだろうなっていう、うん、でもあの要はアイアンドアイ的なリファレンスセンターの統合っていうところにチャレンジを起こしたかったら、もう普通の状況や環境でふって全てのリファレンスセンターをザッと揃えることが例えばできるようになりつつある人に対して、じゃあ防水っていう不安定な地面を上げます。そうすると多分すごく使いにくくなるリファレンスセンターはいくつかある、左のかかととかがあるけれども、うん、それでも残りのリファレンスセンターをしっかりと維持させながらいい状態を保てますかみたいな、そういうアイアンドアイ改良的な感じのツールの一個として使うんだったら面白いですよ、逆にね、うんうん、逆に面白いと思います、まあ、環境設定ですよね、うん、この環境でっていう、そう、例えばそれこそラグビーの選手とかでスクラム組みますとかってなってくると、スクラム組んでガッと押すときって、まあ、ほぼ確率でかかとは上がるんですよね、うん、地面から。でかかとが地面から上がっちゃったら、かかとが自分の体の一部であるってことを忘れちゃいますってならないためには、例えばこういう会員を考慮してみるっていうのは面白いかもしれない、視点としては、うんうんうん、かかとが地面から離れていたり地面をしっかり踏めてない状況でも他のものが統合できていつもの感覚が作れます、保てます、肋骨は下げられますっていうような状況。そうですね、うん、なんか不安定な局面とか、まあ、こういうツールを使うことを考える、個人的に考えられるのは、まあ、行為なんかのアクティビティのレベルで、
リハビリテーションやりたいですとか、スキルこのスキルにつなげるようなことをやりたいですだったら登場するかもしれませんけど、うん、まあ、PRI のリハビリテーションをやりますってなって、そこで達成しようとしている目的には多分そぐわないので、ちょっと分けて考えていく必要があるかなと思います、うん、システムを安定させるっていうことと、スキルを習得するっていうことはまたちょっと違ったところかもしれないので、そうですね、別にどっちがいい悪いじゃなくて、うん、どっちも必要だから、はい、はい、ですね、というところでしょうか。良い質問だと思います、はい、はい、じゃあなんか違うものあげましょう違うものします。じゃあ4連チャンでカップじゃない、そうですね、じゃあ広沢さんには、じゃあいっちゃいますか、はい、じゃあ、はい、じゃあ広沢さんには PRI T シャツをお送りします。サイズは勝手に我々が選びますけれども、ぜひ着てください。これあれじゃないですか、後から M にしてくださいっていう連絡が来たんですね。そんなに数残ってないので、あるものを送ります、はい、あるもの送ります広沢さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあこんな感じで残りの質問もどんどん答えていきたいと思いますので、そうですね、はい、骨太な質問がね、いろいろありました。ちょっと考えさせてくれ、初回はこれはやめようっていうのがいくつかありました。そうそう、まだ取っておいてあるいい質問いっぱいあるので、はい、ありましたので、次回も楽しみに皆様お待ちください、はい、よろしくお願いします。それではまた。